あ、小次郎くん。おお。じっとしてなきゃダメだよ。まだ動けるわけないんだから。なーに、こんな傷、この小次郎様にとっちゃ、かすり傷みたいなもんだぜ。ダメ。なんなら、軽くステップでも踏んでみましょうか。ワン、ツー。ワン、ツー、スリー、フォー、誰にも縛り付けられない。痛い、ここ痛い、だから言ったでしょ。さあ、部屋に戻って、小次郎くん。嫌だ。小次郎くん。小次郎くん。小次郎くん。あのさ、前から気になったんだけど、その小次郎くんの、くんってのをやめてくれない？同期とはいえ、一応俺、年上だし。じゃあ、小次郎さん。なんか変。小次郎様。かえってバカにされてる感じ。小次郎殿。古いわ。小次郎生意気だ。小次郎ちゃん。子供か。小次郎ちゃんまー。ますます。小次郎くん。そろそろ。ね。あ、そろそろ行くぞ、もう。どこに？まさか君、その体でヤシャたちのところへ。まさか、デートだよ、デート。これから遊園地に行って、ジェットコースターでビューン。観覧車でカラカラと二人きり。最後は東京タワーまでぶっ飛んで、真っ赤な夕日を浴びながら愛を囁くんだよ。誰と？それはね、箱根県の、おっと秘密だ。メルヘンだな。何それ。ついてくんだよ。ダメだよ、足悪いんだから。大丈夫だって。ダメ。あ、小次郎くん。よ。じっとしてなきゃダメだよ。まだ動けるわけないんだから。なーに、こんな気分。この小次郎様にとっちゃ殺人みたいなもんだぜ。ダメ。なんなら、軽くステップでも踏んでみましょうか。ワン、ツー。ワン、ツー、シッポー、誰にも縛り付けられない魂を。すなよ。今のさっきてっきり敵かと思ったぞ。すまない。なんだ、見張りか林病大変だな。ああ、小次郎。武蔵に気をつけろ。あんな奴に夜叉を乗っ取られるなよ。身分。
黄金剣を使え。夜叉一族の切り札、伝説の黄金剣で武蔵に勝て、天下を取れ。黄金剣、俺と組め。俺の知恵とお前の力が合わされば、武蔵なんて物の数ではないぞ。武蔵なんて勝てるかもよ。